リーの CR カップ見るん？うん、見るよ。全部見るかはちょっとわかんないけど。でも半分ぐらい見た、昨日。誰してん？え、結構行ったり来たりしてん。残り1名。カルビ、アカリン嫌いだからな。なんなんそれ。どっから出てきたん？え、なんかさ、よく言われんだよね。アカリンと不仲だって。どっからそう思うのか。オタクは不仲説好きだからな。え、でもさ、不仲だって言われんの、アカリンぐらいなんだよ。他の人、言われないんだよね、全然。なんでアカリンだけそうやって、不仲だって言ってくるのかわかんねえよ。仲良すぎて何でも言い合う仲やろ。まあ、そうなんだよね。なんか、お互いさ、なんかお互い、なんか嫌われる、嫌われない。嫌われることがないって思ってるんだよ、多分ね。お互い。そのぐらい多分。だから何でも言っちゃうんだよ。で、それを見てるリスナーは、不仲だって言うんだよ。やばい！最後の一人じゃ。愛を奪う。もう無理だ、これちょっとでも削りたい。だー！もういっそ付き合ってほしい。いや、それだけは無理だね。銃でもいいよ。いや、それだけは無理だね。うん、そういう、それはね、一番違うんだよ、あかりんさんは。だから不仲って言われるんだけど、いや、嫌いとかじゃないんだよ。そういうのじゃないの。違うんだよね。いや、マジで違う。マジで、そういうことじゃないんだよね。なんでも言い合える関係になっちゃったからこそ、いや、ダメなんだよ。わかるかな？何でも、言い合いすぎちゃうよ。っていうこと。わかるかな？わかるかな？これ。そう、逆にね。姉妹的なね、そうだね！それが一番近いかもしんない。姉妹なら、同性はできると思うんですけど、どうですか？でも、姉妹はさ、結構喧嘩したりするでしょ。多分、アカリンと一緒に住んだら、すごいよ。きっとすごいよ。え、今日カルビちゃんが料理するって言ったじゃん！え？今日アカリンが料理する日だよ！アカリンって料理できるの？料理しないでしょ。おにぎりがなる木からおにぎり取ってきてんだから、アカリン。でも、もし一緒に住んだら、わかんない。カルビのために料理してくれるかもしれない。なめんな。おにぎりは握れるよ。それ料理じゃねえよ。おにぎりって。アカリンと食の好み合わなそう。ああ、多分合わないね。そういう意味でも、多分一緒に住めない。あのね、食の好みが合うとかじゃなくて、多分元々が違う。アカリンは多分、食べれればいい。栄養取れればいい。ご飯食べれればいいタイプだと思うの。だから多分、おにぎりなんだよ。おにぎりもんえなで生活してるでしょ、アカリンって。でもやだよ、私。毎日おにぎりなって言われたら、切れるよ。やだよ。生きていけないよ。